かりもう8月も終盤です ね夏ってなんでこんな早いんだろうね。早いですね、うん、あっという間に海行こうビアガーデン行こうって言ったら終わっちゃうよね。もう予定詰め詰めにしたけど、そうそうそう、まだやりきれてないものあるけども夏終わるみたいな。そうそう、早いね。早いですね、本当に、うん、でもやっぱ夏じゃないとこう食べれないものとか、夏だから食べたいものってありますよね。いっぱいあるよ。かき氷も食べたし、なんかそこら中で外で飲めるじゃない、夏って。はいはいはい、そうするといろいろはかどるよね。そうですね、うん、会社でもアイス食べちゃうし聞いてるよ。夕方のニュースがあるんですけれど、そのお昼食べたその夕方ニュースまでの間にアイスを買いに行こうか悩むんですって今行くか今行かないかみたいな。昨日もちょっと相談しまして、うん、そうでしょ。なんか大体3時ぐらいに衣装に着替えるんですけどその10分前ぐらいに、あ、アイスが食べたい、アイス食べたい、でもお昼買った時に買うの忘れちゃったってなって、うん、え、今行っていいかな、どうしよう。分かるよ。向かいにすごく大きなスーパーがあるからものの5分で行けるっちゃ行けるんだよね。いや、そうなんですよ、うん、3時までに戻ってこれるなってなりながらすごい葛藤して、昨日は我慢したから家帰って食べました、うん、そういうのあるよね。そう、私もね、夏ね、ここ数年かな、ちょっとこうやっぱり大人になってきて、はい、夏バテ傾向が高まってきたんだよね、私の中で。はいはいはい。それでね、生まれたのがね、夏のウリ生活なんだけどさ。キュウリ。そう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 。スイカ。それです。もうこの2つ。メロンはね、まだね、ギリなくてもいけるんだけど、キュウリとスイカで夏の体作ってるんだよね、もう。いや、いいですよね。暑いって、もう食べる気力もない時ない？ありますね。そういう時にもキンキンに冷やしたキュウリを、はいはい、あのね、バリバリ食べてんだけどね、塩で。いいですね、ミネラル補給だそう、なんかお水を飲む感覚でキュウリをバリバリ食べてて、はいはいはい、夏場のそのキンキンのキュウリすっごい美味しいんだよね。冷やしキュウリ、それこそお祭りとかでも、うん、冷やしキュウリってあるじゃないですか、うんうん、お祭りに行って買うもの、冷やしキュウリ、うん、チョコバナナ、あ、そうそうそう、もうリンゴ飴とかそういうのさ、キュウリ食べちゃうんだよね。そうなんですよ、あれ美味しいよね。そうで、キュウリを食べて、うん、なんかちょっと甘いものも欲しいなってなって、はい、スイカも食べるんだけど、よりみずみずしいもの、うん、そうなの、スイカいいですよね。大きいスイカを買って、はいはい、もう切っちゃうの、全部こう一口サイズに、はい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 、でそれも冷やしとくんだけど、最高、めちゃくちゃ内臓冷やしてさ、ウリで食べて。でもアイス食べるよりね、うん、まだ健康には良さそう。あ、確かに、すごい底辺の争いだけどまだマシかないや、でも私スイカ一玉買って、うん、半分に切って半玉をくり抜いて食べるのがめっちゃ好きなんですすごいね、ワイルドだね。いや、いいね、すごい贅沢な気分になります、うん、なるね。それ絶対さ、最初に美味しいとこ食べちゃわない？全部。あと、あの真ん中からくり抜いて、うん、順々にこう外側に行って、うん、あ、だんだん、うん、そうでしょ、うん、絶対そうだよね絶対そうだよ美味しいところがって思いながら、ね、最初、あ、甘い甘いって食べるんですよだんだんなんか、うん、ちょっとカリカリしてきたな、そうそうそう、好きなものから食べる末っ子気質だよねもう半玉で食べてる時点で末っ子気質ですよねわかるわ、めっちゃ考えるもん、こっちはね、ちゃんといつ食べても美味しく食べたいからさ、はいはいはい、切り方考えるもんねこう均等にさ、甘いとこ入るように、それ正解ですね、切って食べるんだよ、正解ですねよくあのくし切りにね、うん、よくあのスイカの形状あるじゃないですか、 そうそう、あれで食べる時も、うん、やっぱあの尖ってるね、うん、先端美味しいじゃない、そうだね、そうそう、もう一通りかっさらってもう最後は味しないじゃん、そう、ウリだって思いながら、もうそれはこういう8分の1サイズみたいなのあるじゃん、それをさ、はいはい、ここの中心から放射状に切ればいいんだよ、こうやって、そしたら絶対美味しいとこあるじゃん、確かに、で食べるんだよ確かに絶対やんないんだけどね秋野さんはね、もう切る時も省エネしたいっていうもうそのマインドそうだよね、一回だけど、ね、そう、一回バスって入れるだけだからちょっと今度撮影しに行くね、それやってみてください、半玉で、半玉で
ハマるから絶対ハマります。そうか、やってみようかな。美味しいし、うん、贅沢な気分も味わえるし、うん、そうだね、そう、幸せ中枢上がります。それはいいかもしれない。ちょっと一回やってみてほしい。そっか、ちょっとじゃあスイカ一玉を調達して、はい、売り生活に新風を吹き込んでみようと思うわぜひ